続けて接続詞3つ目です今回は but これはもうみんな知ってるかなほにゃららがだがとかしかしという意味です下の例文も見てみましょう I like tea but I don't like coffee 紅茶は好きですがコーヒーは好きではありませんこのがの部分が but だねこの接続詞 but がつないでいるのはこの文の前半 I like tea っていう部分と 後半 I. Don't like coffee。この二つだね。今回のバットはこの二つの部分。今回は節です。この二つの節同士をつないでいる。接続詞です。じゃあ、早速このバットを使った練習をしてみたいと思います。はい。I. can speak English。私は英語を話せます。それから I. cannot speak Chinese。私は中国語を話せません。 この2つを「バット」を使って1つの文につなげてみましょうまずは日本語で考えてみようかそうするとどうなりそうかなうんこれは「私は英語は話せますが中国語は話せません」っていう文になりそうでねこの「が」の部分が「バット」に当たります今回「バット」がつなぐのは「私は英語が話せます」っていう部分と「私は中国語が話せません」という元の文一つ一つ,つ全体をつなげたらよさそうです じゃあそれで英文を作ってみましょう。そうすると、まずは英語が話せますだから、I can speak English. しかし、But 私は中国語が話せません。I cannot speak Chinese. こうなるね。I can speak English, but I cannot speak Chinese. こうなります。 今回は元の2つの文を丸ごとバットでつなげてあげて完成しましたちなみにこの接続詞バットはバットの前にカンマを置くことがよくありますこうだね I can speak English これでまあ読む時にあここで切れてるなっていうのが読みやすくなるよね話す時にも I can speak English but I cannot speak Chinese ってバットの前にちょっと間を開けてあげると伝わりやすいです今回のこの接続詞バット とは前の文全体 I can speak English と I cannot speak Chinese この二つをつなげている接続詞になっていましたではもう一つバットの練習をしてみましょうはい今度はこんな文です My brother went to the library. brother to went the 私の弟は図書館に行きましたそれから The library was closed 図書館は閉まっていました弟は残念だったね図書館は閉まっていました この2つの文をバットでつなげて1つの文にしましょうまずはこれも日本語で考えてみてくださいどうなりそうかなこうなるんじゃないかなこうなるね今回も「私の弟は図書館に行きましたが」しまっていう部分と「その図書館は閉まっていました」っていう部分この2つを丸ごとバットでつないであげればよさそうですじゃあこれも英語にしていきましょう まずは図書館。弟が図書館に行ったことを書きます。My brother went to the library. カンマを置いて but、but しかし行きましたが、The library was closed. こうなるね。My brother went to the library, but the library was closed. こんな文になります。 これで完成にしたいんだけどちょっとここで一つ注意です英語っていうのは同じ表現が何度も何度も繰り返されるのを嫌う言葉です今回この文前半 My brother went to the library. この前半に The Library って出てきてるねそしてこの But の後後半にも The Library was closed さっき出た The Library がまた出てきてしまっていますこういう時英語では代名詞を使ってあげます もうそれは閉まっていましたって言っちゃうんですなのでこのバットの後ろの The Library はそれ It で置き換えるんですなのでこういう風になります My brother went to the library but it was closed これで今回の文の完成です大丈夫でしょうかちなみに日本語だと「が」の後閉まっていましたって これだけだけど英語だと何が閉まってたかっていうのはちゃんと言わなきゃいけないのでこの「it は省略できません。My brother went to the library but it was closed こういうふうになります。今回の接続詞、But これは前半部分 My brother went to the library の部分と It was closed この2つをつないでいる接続詞です。ここまで But について見ていきました。 では今度は接続詞4つ目、so について見ていきたいと思います。これはほにゃららのでとかなのでとかだからという意味です。これもまずは例文を見てみましょう。I have a test tomorrow, so I am studying now。明日テストがあるので今勉強しています。こんな文。この文の中の so これが I have a test tomorrow と I am studying now この2つをつないでいる接続詞だね。I have a test tomorrow だから I am studying now。明日テストがあるので今勉強していますとこういう文になっています。これも実際に文を作りながら使い方を押さえていきましょう。はい、今回つなげるのはこんな文です。I don't have a bike. 私は自転車を持っていません。それから I'll walk to the station. 歩いて駅に行きます。 この2つを「そう」「だから」という接続詞を使って1つの文につなげてみましょうまずは日本語で考えてみてくださいどういう文になるかなはい考えられたかな自転車を持っていないので歩いて駅に行きますこんな文になりそうでね持っていないのでのこの部分これが「そう」にあたる部分です今回も前半今回も1つ前のバットと同じように 1>, 1つ目の文、I don't have a bike と2つ目の文、I'll walk to the station この2つを丸ごとそうでつなげてあげればよさそうだねでは全文を書いていきましょうまずは自転車を持っていないのでから始めます I don't have a bike なので so 歩いて駅に行きます I'll walk to the station こうなるね I don't have a bike, so I'll walk to the station。こういう文になりました。今回のこの so も直前にカンマを入れることがよくあります。これもここで切れるってすぐ分かりやすいもんね。I don't have a bike, so I'll walk to the station。読み上げるときもこのカンマのところで少し間を取ってあげてください。これで文が完成です。今回の接続詞 so は前半部分 I don't have a bike と I'll walk to the station。 この二つの部分、この二つの説をつないでいる接続詞です。大丈夫でしょうか。じゃあ、もう一つ最後に練習しておきましょう。はい。アダム cannot eat meat。アダムは肉が食べられません。Adam always eats vegetables。アダムはいつも野菜を食べます。アダムベジタリアンなんだね。じゃあ、この二つを so を使って、一つの文につなげてみましょう。これもまずは日本語で考えてみてください。 どこんなふうになりそうです。アダムは肉が食べられないのでいつも野菜を食べます。こういうふうになりそうです。こののでが層にあたる部分だね。今回も前半部分アダムは肉が食べられないっていう部分と後半アダムはいつも野菜を食べますってこの2つを層でつなげてあげれば良さそうです。じゃあこれも英語を作っていきましょう。まずは肉が食べられないってところからね。 Adam cannot eat meat. で、So Adam always eats vegetables. こうなるね。Adam cannot eat meat, so Adam always eats vegetables. これで一つの文にすることができました。ただ、ここでバットの時に出てきた注意点を思い出してください。 英語っていうのは同じ単語が繰り返されるのを嫌うんだったよね。今回、前半部分に Adam cannot eat meat と Adam が出てきてるね。それから後半にも Adam always eats vegetables と Adam が出てきています。これは同じ人を指してるから、この2個目の Adam、これを代名詞に変えてあげます。Adam さん、男の人です。なので、「ひ」だね。こうなります。 Adam cannot eat meat, so he always eats vegetables.Adam は肉が食べられないので、いつも野菜を食べます。これで今回の文の完成です。Adam は肉が食べられないので、いつも野菜を食べます。という文です。ちなみにバットの時もそうだったけど、後半、いつも野菜を食べます。って日本語だと彼はって抜けてるけど、英語では主語を省略できません。He は必ず書いてください。大丈夫でしょうか。今回の so これは前半分 Adam cannot eat meat と後半 He always eats vegetables この2つの説をつないでいる接続詞でした。ここまで接続詞 But と So について見ていきました。